今日はちょっと韓国についてちょっと取り上げたい問題があって紹介したいなというふうに思うんやけど実はねあのちょっと前に夫婦でも韓国に旅行っていうか旅に行っていてまあいろんなことを紹介したと思うよね。まあ、物価のこととか、まあ、ちょっと芸能界の闇とかいろんな部分を紹介させてもらったんやけどその時にね実はあの紹介したかったんやけど紹介しきれなかった問題があってちょっとあの弾丸で言ったんでね。 あの結構俺は毎回弾丸なんで特にその時は一泊二日とか二泊三日かとかで行ったんやけどちょっと時間なかったんで取り上げれなかったんやけど韓国でね消えた子どもというねことが話題になっていてネットのね闇売買とか殺害とか遺棄とかいろんなことが判明したりしてるらしくて、まあ、かなりこの韓国の中でも闇の問題として取り扱われてるところなんやけどどういうことかというと、えっと、韓国でね出生届のない いわゆる存在しない子供消えた子供というのがまあ2000人ぐらいいるというふうに言われているんよね。いやなかなかこう信じれないようなねあの話題というかニュースやと思うやけど、これまあめっちゃ昔の話かっていうとそういうわけではなくて、実は2015年からまあ今からでいうとね9年前からこの2022年、なんか2年前ぐらいまでの統計でわかっちゃうことなんやけど。 2000人を超える、ね、子供の出生届が出されてないということが明らかになったよね。ちょっとこれ赤で目立つけど、バッキーですね。アメリカのやつね。かわいいあ。最初にね、ちょっと案内だけさせてもらえたらなと。7月の2021、大阪、27、28、東京。で、ポップアップのイベントします。誰でも参加できます。営業時間、俺たちいるんで。で、8月のね、17、18に広島と福岡でトークイベントをやるので、ぜひ概要欄を見てください。で、これなんで明らかになったかというと、いわゆるね、その国の行政。 この行政の不備をチェックする監査員っていうのがあるらしいんやけどそこがね病院でねあの生まれた時に付与される臨時申請時番号っていうのがあってまあこれ日本と違くて韓国ってまあ生まれた時に国民番号みたいなのがまあ付与されるみたいな感じで言ってしまえばこかなり照合されてる状態。 住民登録番号みたいのがあるんやけど一、まあ、人一つの番号が付与されて、まあ、生涯通じてその番号っていうのは変わらないよね。まあ、今では13桁ぐらいあるって言われてるんやけど結局何が言いたいかというとその新生児番号があるにもかかわらず出生届が出されてないんじゃないかという子供がえっが、と、正確に言うと人にるると言われてるらしいよねすごいよね。でまあこれ。 子供っていうのは、ね、あの国民として認知されるというか登録される状態でその状態でまあ保険の医療とか、まあ、教育とか保育の,あの対象になるということなのでもちろんこの出生届が出されてなければその子はまあいたとしても存在しないものというふうに扱われるよね。 でこの問題が世界の闇の部分でめちゃくちゃやっぱり俺が体感してきたこととしてはブラジルのまあ超スラム街の世界で一番危ないと言われてるぐらいのファベーラと言われてるね、まあ、スラム街があって俺も潜入したことがあるんやけど、まあ、そこのスラム街の人たちっていうのは出生届すら出されてない人が多くてそういった子たちがまあ犯罪に手を染めてそのままギャングになっていってというかギャングにならざるを得ないというかそれしか生きる選択肢がないみたいな子たち。 がどんどんんそういうギャングになっていってていいそういう子たちっていうのはまあ犯罪をしてもねなんかこうトラッキングできないつまりその現行犯じゃないとなかなか捕まえることができないみたいな問題があってまあそのファベーラとかではね常にこう毎日銃撃戦あったりとか本当に超危ないこととか起きるんやけどまあいわゆるその出生届すら出されてないという状態がそこまでの数に及んでるとこれ多分日本では考えれないと思うよね。そんんな実態ががあるんやととということで政府がまあ調査に乗り出したと で警察の調査でその中の子ですでに27人の死亡が確認されたりとか11人はね親に殺害されてたりとか遺体ががが捨てててられたたみいいいいな疑いが強いことっていうのがまあ数々こう判明しているとしかもインターネットを通じてもういわゆる乳児ーーがこう闇取引というか闇市場みたいなので売買されてるみたいな実態も浮き彫りになったというめちゃくちゃ怖いニュースだよね。 なんでこれがもうかなりこう。韓国の社会でも衝撃を与えているというか。ただ、この新生児の番号っていうのと出生届っていうのを扱う。省庁がね。この韓国は異なるらしいよね。ま、そういうなんか縦割りの行政みたいなところがある。まあ弊害からまあ実際にはねこう番号があるんやけど、出生届は出されてないみたいな実態があるらしい。みたいのは知ってる人は知ってたらしいんやけど、まあその実態が見過ごされてたっていう状態らしいよね。 でソウル近郊のスウォン水原って書くところで30代の女性がねあの18年から19年前ぐらいにあの出産した後とすぐに殺害をした2人の子供の遺体っていうのを夫にも告げることなく冷蔵庫にねなんと保管し続けたみたいな問題もあったらしいよね。でその南西部のクワンジュっていうところでは2018年に生後6日の娘を放置して死亡させた後にゴミ袋に入れてねゴミのその集積ボックスに。 捨ててたた当時まあ20代の女性が拘束されたりしてるとこういう問題があるというのは明らかにはなってたけどその数がもうとんでもなかったっていうことだよ、ね、で実際警察はこの消えた子どもっていうのを巡って、まあ、800件近く捜査してるらしいんやけどその800件のうち未だにねこう所在がつかめてないケースっていうのはなんと677件にも及ぶと。 まあいろんな背景があってまあ経済的な理由とかからまあ韓国はやばいという動画でもあの紹介したと思うけどまあ韓国の中の実態っていうのも実は結構やばいというかまあ日本もやばいんやけど韓国もやばい状況になっていてまあ出生率とかも超悪いしあとは物価も上がってきていてまあ家賃の問題ソウル一極集中の問題でも超学歴社会でいわゆるいい会社に入れなかったらもう社会の一発逆転を狙ったこの。 社会構造の中で潰されてしまうみたいなことがあるよねでちょっとこう見栄を張らないといけない文化というかやっぱり子供に習い事をさせるとかさせてないとそこの家庭がおかしいんじゃないかとかとにかくね教育費もお金かかる生活費もお金かかるその社会の中でもちょっと生きにくい社会になっていて出生率もかなり減ってるという状態になってるんやけど、まあ、そういったねあの経済的な理由から乳児を、ね、こう死なせた親が、まあ、遺体をねこの山の中に埋めたとか。 川に捨ててたたみたいな供述するるケースとかもあるらしくて遺体捜索自体も難航してしまってるとなので供述はあるんやけど見つかってないみたいなケースも多々あると。で日本の場合まあこういったこともあるんよねその育児放棄というか産んだんやけど結局育てられないみたいな感じになってまあそういったねこう育てれない子供を託す場所っていうのが一応日本には用意されていて生後8日の子供をネットで知り合った 人物に引き渡したというふうなこともあったりするよね。もちろんこれ育てられなくて、韓国の人は全員こうなるかというと、そういうわけではもちろん決してないんやけど。まあ、日本では起こり得ないようなことが今起こってしまっていると。で、実際、まあ、いわゆる S. N. S. とかの中には。養子縁組みたいな感じのキーワードで、もう検索したりすると。まあ、自分たちが産んだ子供の。新生児の引き取りを。求める書き込みっていうのが、めちゃめちゃあるんやって。まあ、複数ヒットしてしまうんやって。 でこういったところにこう、まあ、主に、ね、その子どもの引き取りを求めるのはなんかこう未婚の女性シングルマザーみたいな方に支援と、ね、称してこう接触するブローカーっていうのも多数いるらしくてでそこからさっき言った新生児の闇取引みたいなところにつながってきてしまうよね。でやっぱり出生届のなぜかというとやっぱり痕跡をねもみ消しやすいとなぜなら証拠がないから。 なので結構その悲しいんやけど闇市場みたいな闇取引みたいな中でも結構高値で取引されるとだから捕まりにくいっていうねまあリスクを減らしてそれをゲットできるわけなのでなので出出産産自体もも正規の医療機関じゃななくててて違うう場所で出産ししみみはどうかみたいい促されるるケースもあるらしいよねこういった実態を受けて何もしないかというとそうではなくて今韓国の国会では医療機関側にも子どもの出生事実について通知をねこう義務付ける制度みたいのを 導入するあの法律のの改正案っていうのが可決されたんよねなのでこう出産と同時に出生届を出し損ねるみたいな、まあ、いわゆるその親の良識に任せてたみたいな欧米各国ではもう出産と同時に出生届が出るんで、まあ、そことは異なる法律の抜け穴みたいな、まあ、いわゆる親の裁量に任せてしまってる部分があるのでこの制度の落とし穴がよくないってことでそこを改正するという状態になってるよね。で親が出出生届をを行政機関に提出をすると 赤ちゃんは国民として認定されてでさっき言った住民登録番号みたいなのに切り替わるとそして公的サービスを受けれるようになりますよと、まあ、一応これまでにおよそ1,000人ぐらいの,その出生届のない子供の生存は確認されてるらしくて多くはねこう著名で赤ちゃんを受け入れる、まあ、いわゆる日本でいう赤ちゃんポストみたいなやつのベビーボックスみたいな救済の場所があってそこに著名で預けてることがやっぱ多いらしいのね。 ただそのうちの200人ぐらいは死亡が確認されているとで死亡した理由っていうのは病気とかっていう部分も多いんやけど中にはその実態が把握できない子どもたちもいるプラスまだ所在自体が分かってないな子ども,たちも結構な数いるとで結構な問題さっき言ったやっぱ未婚女性にこういうことが起きてしまうっていうのはなぜかというとやっぱりこう望まない妊娠っていうのが韓国でも起きていて。 まあいろんな理由で妊娠ししてしまった例えば中学生の時とか高校生の時で結局絶対に育てていくことはできないとかそもそも育てる気はないみたいなまあいろんな理由でこう孤立をしてしまった女性そういった女性が結局出生届を出すことなく進んでいくと消えた赤ちゃんという状態になってしまうとそしてベビーボックスに赤ちゃんを預けるもしくはそれすらもせずにそのまま死んでしまうとか手放してしまうとかブローカーに預けてしまうとかまあそういったことが悲しい事件が起きていると。 でこういったやっぱり孤立とか子どもたちを手放してしまう背景には何があるかというと、まあ、ここにはやっぱり韓国独特の社会的な、ね、価値観とかいまだにやっぱりこう偏見の壁みたいのがまだあるみたいでやっぱり韓国社会の中ではまだまだこうお父さんが中心みたいな模範的なこう家族像みたいのがあるみたいで、まあ、未婚の女性が一人でこう育てていくみたいな家庭環境に対してはなんかちょっと厳しい眼差しというか。 偏見みみたたいいのがまだ少なからずあるみたいだよね、まあ、そういったいわゆるこうステレオタイプの社会的な価値観でまあ周囲に知られたくないとかそういった目で見られたくないっていうこともあればさっき言ったように経済的にそもそも困窮してるっていう状態もあってあとはこう情報が取れてなかったりとか社会的にちょっと弱い立場の人とか今の状態で自分に必要な情報っていうのはどこで取れるのかみたいなやっぱり情報がしっかり取れないような状況になっている人もいてまあそういったことで孤立をしてしまうと。で一応韓国の まあソウルにはね、まあ、いわゆるその自分が予期せぬあの妊娠をしてしまった時にこうワンストップで長期的に支援する施設っていうのがあるらしいよね、まあ、予期せぬけどまあ妊娠をしてしまった妊婦さんもそうやし、まあ、シングルマザーに対しての生活の支援を行っているとでそのソウルの施設の中には今40人ぐらいの方が入っているらしいんやけどその生活費の8割はまあ国が負担してくれてるらしいよね で入所からまあ原則まあ一年半ぐらいはそこでこう支援を受けることができるという仕組みらしいんだけど、ただそれではい終わりではなくて、まあ出産後とかまあ自立して安定した生活を送れるために五年とか七年ぐらいをかけて職業訓練とかまあ資格取得の支援みたいのが受けれるらしいよね。まあ中学校とか高校生の子たちがまあいわゆる若年妊娠の女性に対してはまあ別の学校みたいなオルタナティブスクールみたいな感じで。 まあ、そういった子たち専用で授業を受けれるような施設とかもできるようになったと。まあ、実際にこういったあの出産の支援施設っていうのは、韓国の中にまあ、二十個以上の施設あったりとか。まあ、子育ての支援機関っていうのも、四十個近くあるらしいよね。まあ、俺がね、こう軽く調べただけでも、そういった情報がばっと出てくるんやけど。まあ、かなりこう経済的に追い詰められたりとか、精神的にもうこう追い込まれている状況の中で。S. N. S. とか、よくわかんないところで情報を取った子たちが。 間違えたたたととととこころにに手を出しししししりとかよかよらぬ行動してててままうみいいなことになってしまってるよねそれが悲しいとだからこういった情報が誰の手にも届くように広報活動みたいのを国の中でもしてるらしいんやけどなかなかいまだにその情報が届かない人たちもいてしまうと。で結局ねあの法律の改正が可決された、まあ、自分で出生届を出すんじゃなくて病院側も自治体側に通知をするみたいな出生通報制みたいのが導入されて。 そそれはそれはでね新生児の存在を把握できるようになったのでいいことやと思うけど逆に悪いパターンでいうと懸念されてるのは結局病院で出産をすることによってそれが必ずあの通報されるような形になって誰でも分かれる状態になるとそうなると誰にも知られたくないと思ってるようなさっき言った女性たちみたいなとこはもしかしたら自分たちで出産をするんじゃないかと医療的なケアを受けれないまま孤立出産を選ばざるを得ない子が出てくると。 それはも,うもちろん分かるとおり母体へのリスクも高いし新生児が死亡してしまうこともあると。なのでこれに加えてさらに自分のの身元を伏せたたまま医療機関ででもも出出産産きるるるよようになる保護出産性と呼ばれれ制度の導入も可決されたらしいよね、まあ、自治体だけじゃなくて医療機関にすら身元を伏せることができるよっていうのを担保することによって病院を避けないようにして医療も続けることができるという趣旨らしいよね。 まあただいわゆるこの保護出産性にももちろん賛否両論あって結局その身元を伏せたまま産んだことによって産んだ後のケアはどうするんだと結局育児放棄をするあのケースが増えるんじゃないかっていうこともかなり懸念はされてるよね、まあ、実際そういう事件が起きてるんででこの保護出産性の問題はまだ他にもあって子供がね親のことを知る自分の羊を知る権利っていうのも奪われるらしいよね何かとというと その女性がその保護出産を選んだ場合自治体にも病院側にもその個人情報っていうのが完全に身元伏せられるのでその情報っていうのはもうそうするとその子どもたちがじゃ成人になった後に、まに、あ、こういった情報について開示請求をもちろんすることができるんやけど親がねそもそも開示に同意しなかったりとか。 同意の確認ができない場合っていうのはなんと子供はね親のそのそ情報を知る権利がないんよねつまり親が誰なのかっていうのは全くわからないっていう状態になってしまうとめちゃくちゃゃく悲しいやんこの問題をね、えー、取り扱いたかったまあ理由っていうのはいろいろあるんやけど、まあ、俺らやっぱり夫婦でもねあの不妊治療に取り組んでたりとか、まあ、かなりねあのやっぱ子供が欲しいというふうに欲しいけどできないふうに悩んでるような夫婦でもあるので、まあ、別にめちゃくちゃ深刻な感じじゃなくてね。 ポジティブな意味で、まあ、自分たちのねこの不妊経験っていうのがいろんな人にも役に立てばいいなとで結果的に、まあ、いつかのタイミングで子宝が生まれたら嬉しいなというふうな形でねあの夫婦揃って取り組んでいるわけやけども、まあ、その間は別にねあのそれはそれで子供がいないからこそできる二人で自由な挑戦ができるっていうのはね、まあ、いいことなんやけど、まあ、俺ら夫婦としてもやっぱり子供が欲しいなと思ってるけどできないと、まあ、そういった中でねなぜかこう望んでる夫婦にはなかなか来なくて。 望まなないいい人にすすごい来るるみたた現象っっってやっぱあったりするやぱり、まあでこういうニュースを見るたびにね、まあ、悲しいなあとも思うしなかなかね望んでるからってできるわけでもないしね。日本もねかなり息苦しい社会の中やけども、まあ、韓国のねその動画でも紹介したけどやっぱりね韓国の中でもかなりこう息苦しい社会構造になっている部分っていうのは、まあ、多分にあってもちろん楽しくね生活できる環境もあるので全部が全部悪いじゃなくて。 いいろんな国においてねあのやっぱり悪い面いい面両面ある中で、まあ、結構厳しい社会環境の中に韓国はあるのかなというふうには感じるよね。まあ、韓国下げるばっかりじゃちょっと申し訳ないのでもちろん韓国ってすごいコンテンツがすごい今世界中で有名やからねやっぱりこのネットリックスとかを通じたイカゲームから、ね、バーンって始まった韓国ドラマの勢いとか k p o p とか本当に世界中ですごいんで。 やっぱり世界中俺らがねそういったブームが起きる前の、まあ、世界に行った時のアジア人に対する、まあ、印象とか何人なのみたいな時に中国人か日本人だったのが、まあ、今では結構韓国人とか言われるようになったりとか韓国のドラマいいよねとかって言われるようになったりとか、まあ、結構アジア人のプレゼンスも上げてくれてる部分は絶対あるよねこのコンテンツによって。 だそれはすごいなとも思うし国としてそこをやっぱグローバルに仕掛けてきてる部分があるので、まあ、そこの部分の資格は本当にねすごいなと思うし、まあ、日本もねもちろんアニメとか漫画とか別のコンテンツの部分で大量にねいろんな日本の最高の素材があるんで、まあ、エンターテインメントの部分もねやっぱり日本も負けじといろいろ頑張ってほしいなっていう部分はあるけどやっぱその辺すごいなと思うよね純粋に。まあ、だからなかなかねこの日本と韓国っていろんな問題が日韓関係であったりとかね反日反韓とかいろいろあるけど。 法律の問題上日本ではこういったことは起こりえないと思うんやけど産んだ後のケアとかね、まあ、これからじゃあ日本が本当に厳しくなってきて、まあ、経済的なその困窮をするその層とか割合みたいなのが増えてきた時に、まあ、同じような問題がもしかしたら起きる可能性があるというのはやっぱり知っておくべきやし。 いろいろやっぱりこう考えさせられる問題やなと思ってまあこの問題を今回は取り上げさせてもらいました、まあ、できれば韓国にいる間にあのこれをちょっと話したかったんやけどちょっと話がなかったのでここで話させてもらいましたでちょっと韓国と日本の問題の中で今やっぱ俺がねちょっと取り上げたいのがね対馬の,の問題ね、まあ、知ってる人も多いと思うんやけど対馬の方でいろんな問題が起きてると迷惑韓国人の観光客みたいな問題があったりするんでまあこれはねちょっと本当に取り上げたいしちょっと現地にもちょっと行ってみたいなというのもあるので。 またねちょっと動画にしたいなと思うのでこういうの取トラゲてほしいとかいろいろあれば教えていただけたらなと今回の動画が面白いなとかね勉強になったなこういった問題をトラゲてほしいとかあればぜひ、ね、コメントで教えていただけたらなとじゃあね概要欄に俺たちのアパレルブランドとかそれから7月にポップアップのイベント8月にトークイベントがあるのでぜひ概要欄見てみてくださいじゃあみんな今日も動画見てくれてありがとうそれじゃあせやバイバーイ